ございます。思いがけなくこのお祝いの席に出席できてとても感激しております。私は昭和16年9月1日生まれで62ヶ月早いですけれども、今でもシルバーセンターとか社協のキャロットサービスとかボランティア活動で元気に人生を楽しませていただいている、やる気で元気が出る高島恵子でございます。子供の頃はですね、ちょうど戦後であまり動物園との関わりは少なかったんですけれども、結婚しまして子供ができて、小さな子供を遊ばせる遊園地もございましたのでよく参っておりました。そして孫ができてからも我が家に遊びに来るときは必ずここに来て、一番下の孫はレッサーパンダのファンでございます。はい、そうで、ひ孫ができたらぜひ来たいんですけど、まだちょっと予定がございませんけれども、他の町から遊びに見える方を何度か動物園までご案内させていただきました。これもやっぱりよく自分が知ってないと皆様にお伝えができないかなと思って、今後もなるだけ皆様のお役に立てるように、また動物さんたちが健やかに暮らしていけるように願っております。今日本当にありがとうございます。おめでとうございます。今日どうでしたか？幸いなことにほらお天気もね、はい、良くてですね、なんか爽やかな気持ちで、はい、そしてやっぱり80周年と絵本美術館のスタート、その場に立ち合わせてお祝いの席に参加できてとても本当光栄に思っております。昭和16年9月1日生まれの動物園よりも1ヶ月お姉さんだけど、はい、本当おかげさまでね、やっぱこういう機会はなかなかね出席できないのにお誘いくださってありがとうございます。いえいえ。何か最後に動物園にメッセージをお願いします。そうですね。動物さんたちの相手のお世話も大変でしょうが、市民の憩いの場となるように、これからもスタッフの方たちどうぞよろしくお願いいたします。